嘘。前田タイソンが坊主に、ろくでなしブルースの原点、あのタイソンが子供の時の父との約束で坊主になる交換条件はウルトラアイだって、セブンになりたかったんじゃ。森田正則先生の短編バチ当たりロックの紹介でした。読んでみてね。興味があればチャンネルも見てくださいね。ちょこっと漫画チャンネルでした。またね。